巨大たちよ、クリストが私たちを解放するために人間となりました。イエス・クリストが私たちを罪の奴隷から、罪の状態から解放するために麦となりました。麦の種となりました。そしてこの世の畑に落ちて植えられて死にました。そして良い麦として復活しました。で、麦からパンを作るでしょ。だから彼が良いパン、命のパン、私たちを生かすパンになりました。今日の福音では、イエス・キリストが自分の弟子たちと一緒に土曜日の日にその名に歩んでいました。そして歩みながら弟子たちはその麦を取り、そしてね、それを食べようとしていた。宗教的な考え方に縛られている人、つまり慈しみ、愛、クリストを知らない人は規則に縛られています。掟に縛られています。掟は霊を失っているんです。クリストを知らない人にとっては律法が生かすことができません。なぜかというと、人間に過ぎないものとなってしまいます。規則を、律法を守ることによって救われると思ってしまう。この人たちのために、弟子、イエス・キリストの弟子たちは律法を破る。だから、裁かなければならない。で、キリストは、お前たちが何もわからない、時々こういう話を私たちにも語ります、送ります。私たちも霊を失った時には、イエス・キリストとの親しみを失った時には、規則しかに支えられます。宗教的な規則、起きて、あるいは自分が作った起きて、家族の中では、仕事の中ではなど、教会の中でもそうです。そしてその起きてから命を得ると思っています。その起きてはパン、自分を生かすパンと思うが、いやいや、規則を、起きてを、私たちを生かすことはできない。なぜかというと、私たちはその起きてを守ることはできない、果たすことはできない、罪人だから。で、クリストが今日私たちに良い知らせを伝えてくれます。私はあなた方と共に歩んでいますよ。私は人間となりましたよ。私はあなた方のためにパンとなりましたよ。で、あなた方は私を受け入れるときに、私たち、あなた方は解放されます。罪の状態、奴隷の状態から解放されます。あなた方は土曜日の本当の、意味、に入ることはできます。土曜日は何ですか？土曜日は休みの日、安らぎの日、解放された人々が祝う日です。自由の日。神が自分の技を完成しました日です。で、キリストが復活していることで、そのシャバート、その土曜日に完成をつけました、与えました。で、キリストと出会うと、教会の中でキリストの言葉を聞き、そして秘跡を通してキリストのパン、つまり自分自身をいただく人は解放されます。本当に、本当の土曜日に入ります。だから自由です。だから、その麦を取って食べてはいけないわけなく、逆にそのパン、つまりその麦から作るパンを食べるべきです。だから、弟子、
Cristo の弟子たちは掟を破ったのではなく逆に掟を果たしていた。イエス・キリストと共に歩んでいたから愛の状態に入りましたから無償の愛土曜日に入りました。永遠の土曜日神の国に入りました。私たちも同じような経験をすることはできます。兄弟たちよ、休むことはできます。いや、解放されて許されて慈しまれて私たちも麦となります。私たちのそばにいる人々のためにパンとなります。私たちの人生は一つの長い土曜日になります。私たちの人生は喜び感謝と愛の天礼となります。だから私たちはキリストと共に自由に畑に入ることができます。どういう意味ですか？畑は私たちの人生、私たちの日常の生活、相手の人生は私たちの目の前に現れる畑。そして私たちは自由に解放されて、罪から解放されて、自由に全ての状態、全ての関係、人々のところに入ることができます。そして自分を捧げることができます。キリストと共に、キリストのうちに良い麦として、良いパンとして、命のパンとして、私たちの全てを与えることができます。私たちの全ての中にキリストがいらっしゃるから。良い日を。